続いての立ち入り禁止はアメリカ・オレゴン州ベイカーシティ。立ち入り禁止と聞いて真っ先に思い浮かぶのがホテルなどの開かずの間だ。ここに来れば開かずの間があるだろうと我々はアメリカ・オレゴン州にあるとあるホテルへと向かった。オレゴン州ベイカーシティ、ガイザーグランドホテル。小さな田舎町に忽然と現れる趣のある高級ホテルだ。Nice to see you. Welcome to the Geyser Grand. 実はこのホテル、かつてニューズウィーク誌がホテルの特集を行った際に紹介され、12年前アンビリバボーでも取材を行った幽霊が毎晩のように出没すると言われる幽霊ホテルなのだ。我々はそのガイザーグランドホテルの立ち入り禁止エリアに侵入を試みた。そこはただの物置です。その部屋はダメ、従業員も立ち入り禁止です。誰も入れません、やめてください。ここだけは。ホテルオーナーが固くなに拒む立ち入り禁止エリアとは一体どんな部屋なのか。そしてホテル内のセキュリティカメラに映し出された心霊現象。夜通し撮影された定点カメラは信じられない現象を捉えていた。史上最強の心霊ホテル。以前番組でガイザーグランドホテルを取材した際、このホテルで起こるさまざまな怪奇現象を我々は紹介した。ロビーの階段に現れる白人女性の霊。205号室に住み着く娼婦の霊。そして誰もいないはずのシャワールームで何者かが一晩中シャワーを浴びているという313号室。これら怪奇現象が起こるのは決まって午前2時以降。12年前、我々は現地でも名高い霊能力者マルシェさんに午前2時のガイザーグランドホテルを霊視してもらった。その時この313号室についてマルシェさんは次のような霊視を行っていた。お年寄りの匂いがします。皆さんは何も感じませんか？75歳から80歳の男性がいます。彼はアルツハイマーにかかっているようで、1日に何度もシャワーに入ったり、シャワーを出しっぱなしにしているのに、すっかり忘れてしまっているようです。当時マルシェさんが行った霊視に関して、関連する興味深いものが見つかったと、バーバラさんは我々にある写真を見せてくれた。これは約100年前にガイザーグランドホテルで撮られた写真です。一見パーティーのように見えます。中にはピエロのような格好をしている人もいます。そして注目すべきはこの真ん中の老人。この老人、実はこの時すでに亡くなっています。これは彼のお葬式の写真なんです。そしてこの老人があの313号室に生前住んでいて、そこで亡くなったことも確認されています。あの313号室で夜な夜なシャワーを浴びる幽霊はこの老人なのだろうか。このガイザーグランドホテルとはどんな歴史を持つホテルなのだろうか。ガイザーグランドホテル、そこは今世紀初めまでアメリカ北西部屈指の高級ホテルとして名高い上層階級の社交場であったが、全米を襲った大恐慌とともにみるみる衰退し、40年代には売春婦がたむろする安ホテルへと成り下がってしまった。そして1968年、落ちぼれ果てた名門ホテルはついに閉鎖の運命をたどる。そして1993年にバーバラさんたちに買い取られ、高級ホテルとして再生。だがそれから夜な夜な亡霊が現れるようになったのだ。我々は史上最強の幽霊ホテルに
開かずのまま存在するのかどうか、バーバラさんに聞いてみた。このホテルに開かずの間はありません。なぜなら幽霊が出ることを我々は隠していませんからね。このホテルには開かずの間はない。心霊現象など開かずの間の理由にはならないとバーバラさんは言う。例えば立ち入り禁止の部屋っていうのはないですか？もちろん従業員以外立ち入り禁止エリアはあります。そんなところでよければ私たちのホテルの裏側をお見せしますが、バーバラさんは我々に従業員以外立ち入り禁止のエリアを案内してくれることに。それはガイザーグランドホテルの地下にあるのだという。一体どんなエリアなのだろうか。ここからは完全に従業員以外立ち入り禁止です。マスコミはもちろんカメラが入るのも初めてです。この部屋は特に厳重に鍵をかけて、従業員にも入室は時間の制限をしています。確かにドアは常に鍵をかけておけと書かれた張り紙が貼ってある。この部屋は食料倉庫です。夜の9時から朝の7時まで私も含め立ち入り禁止です。その理由は奇怪な現象が多くて夜の立ち入りを禁止しているからです。私と支配人しかこの鍵は開けられません。なんと奇怪な現象が多発するという理由で入場の制限をしているエリアだという。時間は午前0時を回った。この10年間この時間にこの食料庫に入った者は誰もいないという。我々はついに史上最強の幽霊ホテル、ガイザーグランドホテルの立ち入り禁止エリアに潜入する。では開けますよ。何か特ダネが取れるといいですね。ここは食料倉庫と呼ばれています。私は一人でこの部屋には決して入りません。私にとってもとても不吉なことなんですが、この部屋で前のホテルのオーナーが首吊り自殺をしているのです。なんと前のホテルのオーナーがここで自殺をしていたのだ。その前のオーナーはどの辺で亡くなったかとか聞いてないですか？この辺りと聞いています。こちらです。自殺の原因はよく分かりませんでした。そのオーナーの霊かどうかは分かりませんが、この部屋でほとんどの従業員が何らかの心霊体験をしています。部屋の外にいてもこの中に入っていく人影を見たという従業員も何人かいます。1ヶ月前にもあったんですよ。